あ、そうか、ヒトさん使ってるよね、うん、そう、まな板あるかな、まな板で何切り用ですか、こんなんかな、今度はニンニクを、生姜をすりおろしてニンニクと同じまさに細かくなくていい、はい、まま残したままでやってください。そうすると出来上がりのキムチの形が綺麗になりますの で、ここにそこに包丁を入れたら手で裂いてください。そっち麺かな、そうすると葉っぱがバラバラにならなくて綺麗です。で、1個を8等分に。じゃあこれ誰かにやってもらいましょう。これまだ半分にします。全部で8個作ってください。はい。順番に。順番に。気をつけてね、包丁。あ、そっちも包丁ある、そっちもやって、うん、そこもないと、あんちゃん、それもないと芯が硬いから、どまさんがこの途中ぐらいまでいったら、あとはそんな、そんなのか、上に分かれるぐらい、でもそれぐらいそうするとバラバラにならなくて、綺麗にバリ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 、やってきます、よし、OK あります。この野菜はもっとこっち来たら、西谷夫妻が作ってくれた、こっち来たら農薬のお野菜なので、西谷夫妻がちょっとこの1リットルぐらいに大さじ1杯ぐらいお塩入れてるんですけど、なぜ塩入れるかっていうと、塩の周りが塩水で洗うことによって良くなります。で、ちょっと茶色い部分を取ってあげて、こう、洗って、こう真ん中に泥とか入ってたら、こう、取ってあげる感じで、うん、はい、どうぞ洗い上げたらどっか入れようか、ここに、それ一回、ここに入れようか、あ、それ一回、ここに入れようか、あ、それ一回、入れておいてください。はい、皆さん、もうすぐあれが使うか、では白菜に塩を入れます。白菜の大きさにもよりますが、大体の目安は白菜1個につき塩 100g で、白菜こういう風に部屋に分かれてるので、部屋ごとにこうすり込んでいってあげる感じで、で、葉っぱの方はしなくてもいいです。すごい塩が回りやすいので、必ずこう丁寧に一部屋一部屋塩をなじませてあげてください。で、どっちかっていうと内側の方を強めで、外側はちょっと弱めって感じでいくといいかと思います。で、入れたら白菜の葉っぱがこうまっすぐに入るタッパとかが、まあ、好ましいんですけど、こういうふうにこう樽とかタッパとかに入れて、もしこうこれ漬物だろうなんで、かなり入れれるんですけど、こういう風に普通の家庭のタッパで入れると、どっちかがかなりブワッて熱くなってしまうので、こう交代交代に入れると、こう綺麗に並んでいいかと思われます。ではどうぞ。で、いや、手を洗ってきます。あ、うん、そうそれを、うん、これも入れて、これはもう塩でももなくてもいいから、はい。で、ちょっと白菜がちっちゃかったので、余ったら無理しないで、すごい辛くなってしまうので、で、またここにあと 500cc のお水に、だいたいまた大さじ3杯ぐらい溶かして、まあ、この余った塩でいいので溶かして、上に注ぎ入れてください。で、ビニールかラップを置いて、その上に水の入った鍋でも漬物石があればまなおよろしいですし、入れて一昼夜、一昼夜って何でしょうね、24時間一昼夜、はい、一昼夜入れてください。
そうすると白菜の水かさが減って水分がぐーっと上がってくるので、途中一度12時間ぐらいで上下を入れ替えると味が均一につきます。はい、でそれで、うん、塩漬けのあれは終わり、これで終わり、塩漬けはこれで終わりで、あの次に塩を漬け上がった、その24時間経って漬け上がったものをちょっと味を見て、あのさっと水洗いしてください。もうちょうどいいなと思ったら洗わなくても大丈夫です。でさっと洗って、あちらにあるようにあの葉っぱの方を下にして、あのご家庭のザルでも大丈夫です。あのこういうザルやったら葉っぱを下にして、で白菜のこう水分がいっぱい消えてるんですけど、それがギューとかって絞ってしまうと旨味も全部出てしまうんで、こういう風にザルに葉っぱの方を下にして5時間自然に水分を切ってください。で仕上がりの目安は触ってもらったら分かるんですけど、キムチみたいな感じ、もうすでにこいつキムチなんでみたいな、もうすでにこいつキムチのこう風格を持つまで干してください。はい、24時間してからってことよ。24時間、でも今日食べてもらったキムチは仕事の合間に作ってたんで12時間で十分な、あのいい状態になれば、この好ましい状態になればあげるという感じで、12時間とか24時間とかって、まあ、あんま困ってない、うん、でも12時間ぐらい最低つけないかんだよな、ですね、まあ、でも24時間はつけてないです。